山崎龍女とは、江戸時代中期の女流浮世絵師。名はお流落漢には、龍女、または、女流と記している。造法浮世絵ル以降によれば、下谷長社町に住むお旗同心、山崎文左衛門の娘だったという。後に、芝蔵城寺門前に住む。生没面については明らかではないが、代表作の一つで、14歳筆の落観がある。 笠持美ち図ジンズには、遊女が着ている浴衣地に、市川門之助、山下金作、三条、勘太郎のものと見られる役者の門があり、山下金作が江戸に下ったのは、教法八年冬、市川門之助は、教法十四年正月に没している。このことから、竜女は、聖徳記の生まれであると、ほぼ限定できる。作画期は、教法の頃で、幼児から画祭に富み、 10代ですでに一角の肉筆美人画を描いている。画風からは開月動派の影響が見られ、卵型の顔に切れ長の目の美人の風貌は当時の様式によるが、流女独自のものである。教法19年に刊行された本朝世事段記には、その当時、折上と呼ばれて、生命を得た様子を以下のように伝えている。金星早富氏は流女について織り 江戸下屋の人、画を、菱川諸信に学ぶ。その画風一工夫ありて、清も向きあり、成平の涅槃像の傷を作る。実に、女子の英傑なるものなりと記す。絵を、菱川諸信に学んだとあるが、年代の上で無理があり、おそらくは独学で習得したものと見られる。また、龍女には、成平涅槃図という作品があり、これは、花草一丁による、 成平根らねハンズを直接参考にしたようである。リ女が描いた作品には、山崎氏女流14歳筆のように年の記されたものが多く、12歳から33歳までの各時期のものが確認されている。また材質面の特徴として、憲法により、資本に描かれたものが圧倒的に多く、絵の具もあまり良質ではない。 こうした特色は、龍女が自社の境内において、三景客の前で即興的に制作した少佐とも考えられる。同時代の本庁世事団記に記事が載るのも、14歳の裏若い乙女が群衆を前に、見せ物的に制作して販売する行為が世上の話題になったからとも推測できる。ありがとうございます。